クレメンスマリアツーテリンクイコールイエッテンバッハ伯爵、クレメンスマリアフォンテリンクイコールミヌッツィ、1866年より、クレメンスマリアツーテリンクイコールイエッテンバッハは、ドイツバイエルン王国の貴族、同国の王室辞従、参議院議員、12世紀に始まるバイエルンの古い貴族家門、デーリンク家の一員として生まれた。父は、王室辞重 アントン・フォン・テイリンクイコールゼーフェルト伯爵。母は、伯爵霊嬢、フランツィスカ・フォン・ミヌッツィである。父は1824年に、母と結婚した際、家計の途絶えた妻方の仮名を加えて、テイリンクイコールミヌッツィの姓を名乗ることを、バイエルン王室に認められた。1866年、バイエルン上院議員かつ、ビュルテンベルク王国の主ンデスヘルであり、 グーテンツェルの領主だった同族のマクシミリアン・フォン・テイリンクイコール・イエッテンバッハ伯爵の相続人に指名され、1866年8月4日にテイリンクイコール・イエッテンバッハの姓を名乗ることを許される。さらに1888年10月9日、ビュルテンベルク政府より、グーテンツェル領主家のシュタンレスヘルミ分の権利相続者と認められて、上級貴族に劣せられ、 白歌の殿下の継承の使用も許された。バイエルン政府も1888年10月27日付で、テイリンクに対し、ビュルテンベルク政府と同じ身分上の所得権を認めている。テイリンクは1886年6月9日、バイエルン王ルートビヒ2世をノイシュバンシュタイン城において逮捕し、ベルク城に拘禁した5人の重臣の一人である。この功績により、 テイリンクは、強行施設団員、王室管財官、カブリアデクーニー X に名を連ねた。テイリンクは、ペルンバッハ、ペルテンシュタイン、イェッテンバッハ及びゼイフェルトの世襲領主であり、グーテンツェルの荘園領主であった。死後、遺産は、長男のハンスファイトが相続した。ありがとうございます。